私、このような景色は初めてです。街がまるで積み木で作られているように見えます。うん、あの見事なお屋根は何でしょう。赤い阿蘇神社だな。屋根だけでなく佇まい全般が美しい場所だ。あの森は一つだけ随分と小高いところにありますが、お人よ城市、あそこからもお人よの街並みを見下ろせる。無論ここからほどに広くは無理だが。さようですね。ここはお空の上ですものね。飛行機には初めて乗りましたが、良いものです。きっと鉄道の次に素敵な乗り物でしょうね。これは鉄道は最高順位ということか。はい、もちろん。私はレールロードですから。レールロードか。確か鉄道車両それぞれに一体ずつついているもので、よかったか。客車にはついていません。機関車、機動車、動力車など自ら動く車両をまず私たちは制御します。機動車は運転席と客車が一体になってて、内部にエンジンを持ってて自分で走れる鉄道車両のことなんですよ。動力によって蒸気機動車、ディーゼル機動車、ガソリン機動車、電気式機動車などがございます。電車と電気式機動車の違いは、架線から電気を取るか、エンジンで発電した電気で走行するかの違いですね。あれ？じゃあ電車って機動車じゃないんだ。ああ、私相鉄くんに間違った知識教えちゃった。制御、それは運転制御ということか。それももちろん、駆動車両および列車の制御はレールロードと機関士、運転士との共同で行います。まずであり、それもであるなら、レールロードはさらに後半に鉄道を制御するものか。はい、その通りです、相鉄様。私たちはダイアグラムを提案し、運転計画をも制御します。私たちと繰り返しているが、レールロードは言うなれば全て姉妹。その全てが相互に共感通信を行うことができます。うん。その個体が得た様々な情報をリアルタイムに共有し、集合最適処理する仕組みで、よかったか。詳しいのですね、相鉄様。そのご解釈はほぼ実際と合致しております。ですので私たちは運転支障発生時でも臨時ダイヤを極めて短時間で作成提案可能となります。支障を回復するための最善策を短期間に取り得るということか。はい、さようです。交換通信とは便利なものだな。はい、で
ですので、私たちレールロードは運行とダイヤの全てを把握し制御できたのです。ゆえにロードか、支配者か。いいえ、宗鉄様、レールも車両もレールロードも全てを支配するものでしたら、それは宗鉄様たち人間です。私たちの把握と制御はその道筋をつけるため、私たちは線路と同じレールロードにすぎません。なるほどな。そこまで八六が誇るものなら、お前の制御する駆動車両か。それに僕も乗りたいものだ。それはいつか、いつかきっと叶うものなら。うん。鉄道用語なのだろうが、ダイヤグラムだの臨時ダイヤだのとはなんだ。列車の運行計画のことです。適正なダイヤグラムは事故を防止し、運転効率を向上させます。事故の防止か。では事故を起こす列車はレールロードに制御されていないものなのか。いえ、例えば線路にされた置き石を私たちは画像センス、いわば目視でしか発見できません。目視でしか。それでは人間と大差ありませんので、置き石に気づいた時にはもうブレーキが間に合わないことがほとんどです。なるほど。線路に起きた障害に対しては都度での対処しかできないというわけか。その通りです、宗鉄様。そうした事態を防止するため、保線係という職員たちが線路の管理をしていましたが、蹄鉄末期には保線係の不足も甚だしいものとなりました。あの時期、鉄道事故が多発した一因はそれです。蹄鉄末期。大敗戦時代。皮肉なことに、私たちレールロードがその進化をフルに発揮したのもあの時代でした。事故が多発したせいか、臨時ダイヤとやらが必要になったから。ご明察です、宗鉄様。しかし、私がタイト様に買い取られたのもその時期です。しかし私にはその時期の記憶がありません。この美しい街を見たかどうかさえ覚えていないのです。見ていないだろう、ここからは。歩いてみるお人よの街はまた別の顔だ。歩くうち、あるいは見覚えに出くわすかもしれん。そうですね。はい、宗鉄様のおっしゃる通りと思います。それにしても宗鉄様は少しお人が悪いですね。僕がか。だってよりにもよってエアクラに乗せるだなんておっしゃって。ああ、飛行機なら飛行機と最初からおっしゃってくだされば
私もお見苦しいところを見せずに済みましたのに。確かにな。人が悪いのも仕方ないのだ。何せ僕はお人よしの生まれではない。そうなのですか？うん、そうなのだ。なら私は宗哲様のお人の悪さに感謝しなくてはいけませんね。感謝？なぜだ？最初から飛行機と聞いていたなら、私きっと慣れている風を装ってキョロキョロできませんでした。川も豊かで見事です。あの水を先ほど私はいただいたのでしょうか？うん、球磨川の水だ。もっとも酒造りに使うのはもっと上流、源流に近いところの水だそうだが。素晴らしいですね。いつか機会があればこの素晴らしい川の源を眺めてみたいものです。同じことを思うのだな、僕と宗哲様も。うん、ここに引き取られてすぐのことだがな。引き取られてですか？ああ、僕は右田の養子なのだ。僕は事故で家族のすべてをなくし、右田家にタイトさんに引き取られ、その養孫となった。タイト様に、宗哲様に。だから名前の話の時に響様を。あれは僕が養子だという話を嫌うのだ。僕は気にせんのだから、覚えておいてもらえば使える。はい、以降は間違いなく。知らぬこととはいえ失礼しました。何、知らぬがゆえの失礼なら僕もした。そうだ、これでお相手ということにならんか？でした。お人の悪い宗哲様に私寝込みを襲われ脱がされてしまいましたね。おいおい、人聞きの悪いことは。お空ですよ宗哲様。飛ぶ鳥は私たちの声などきっと聞きません。ご安心ください宗哲様。私もう少しも怒っても不愉快と思ってもおりません。そうなのか。ですがまだお相手にはできません。なぜだ、怒ってないのなら。怒ってないからむしろです。平手打ちを余分に一つ、私は宗哲様に。なるほど、よかろう。体格差を加味すればこんなところだろう。いいな八六、これで手打ちだ。かしこまりました宗哲様。手打ちでお合子でトントンです。うん、八六もタイトさんに買い取られたと言っていたな。ならば僕たちは似た者同士なのかもしれん。本当にそうかもしれませんね。宗哲様もこの川の源に興味がおありとのことですし。興味を持って実際歩いた。無論子供の足で遡りきれるものではなかったが。歩いて遡られたのですかこの川を？なあ、興味があり時間と体力があるように思え、金はさっぱりなかったからな。まあ、歩かれてどうなりました？動けなくなり翌朝を迎え発見、保護され、枕姉にこっぴどく怒られた原骨をもらった。原骨ですか、あの方が？八六が想像しているのの多分数倍は痛いやつだ。コツンでもゴツンでもなくガンッときた。それほど強く？うん、目から火花が飛び散った。そこに怒涛の熊本弁で手ひどく叱りつけられたのだ。どこに行こうと勝手だが、行き先を言ってからにしろ、探すこちらが大変だと、そんな意味だと伝わってきた。ごく真っ当なお叱りですね。そうだな、僕もそう思った。そして同時にこの人は僕を叱ってくれるとほっとした。
ほっとして、だから家族になれたのだろうな。今となってはそう感じる。素敵な方なのですね、枕様。そうだな、誰より頼れる人だ。あの人がひとたび本気になれば。宗哲様、なのになぜ帝都の僕にまで届くほどエアクラ工場誘致活動が活発になってしまったんだ。エアクラ工場誘致活動？この町にですか？この川の水を工場で汚そうというのですか？そういう話だ。僕はそれを食い止めたいと帝都から戻ってきた。私は素晴らしいオーナーに巡り合いました。私をお役立てください、宗哲様。この美しい川の町を悪の手に渡してはいけません。悪？エアクラ工場は悪なのか？エアクラそのものが名前の中にそもそも悪を内包するような存在です。うん。ならばお前が今ここで身の処し方に困っているのも名のゆえか？え、それはいかなる意味でございましょうか？流浪をお前たちはその名に内包している。レイ・ルローと。なるほど、暗示的ですね。悪に駆逐され我々は流浪に身を落とした。やはり悪です。エアクラも、エアクラを作る工場も。人々の暮らしから鉄道を奪い大敗戦時代を招いた。エアクラの犯した罪を私は決して許しません。罪？より便利だったから人に選ばれただけの話です。それをエアクラの罪というなら逆恨みでは？何者ですか？こそこそ隠れて物申すとは卑怯千万。恥入りなさい。そして姿を現しなさい。隠れてなどいません。本気の姿はあなたの視界に捉えられています。本気では、あなたはこの飛行機なのですか？飛行機ではありません。本気は冬季試作飛行型エアクラ EFL-T007 の専用エアクラナビです。エアクラ？まさか空を飛ぶエアクラなんて。あるのだ。今は空にさえエアロクラフテック機関の手は届いたのだ。ならば降ります。アホか、お前は。今ここを出れば地に落ち粉々に壊れるぞ。そうであってもエアクラになぞ。くだらない意地で自らの職務を永遠に放棄しますか？レイルロードも聞くほどの存在ではないのですね。私たちから職務は、人は、貨物を運ぶことは、レールまでをも奪ったのはあなた方でしょうに。事実誤認の訂正を。違うぞ、八六。お前自らが言っていたではないか。全てを支配するのは人間。全ては人間の選択だ。たとえ知性を持とうとも、物は決定を下せない。決定を下すのは常に人で、その責任を負うのも人だ。
当然に承知いたしております。ならばナビに、物に当たるのはやめた方がいい。お前の誇りをお前自身が貶めることになってしまうぞ。宗鉄様のおっしゃられる通りであるかと思います。取り乱し八つ当たりをしたことを心より恥じ入ります。雨ですか？いや、けれど私がその事実を認めれば、私は姉妹すべてを貶めることとなってしまいます。ですから、たとえそれが人間の選択であろうとも、無理に受け入れることはない。正しいと信じる必要もない。人間は間違った選択を、行動をしてしまう。それは事実で、だから事故などが起きるのだ。僕はそのことをこの身をもって知っている。だから少しはお前の憎しみにも共感できるように思う。誤った選択、それに巻き込まれた者の苦しみ。そうだ、その苦しみと、それゆえのぶつけどころのない憎しみを。でしたら、どうか教えてください。私は、この憎しみをどうすれば。憎むべきは、その決定に巻き込まれた自分の無力さだ。憎しみはゆえに、力をつけることによって進むべきだ。力をつける。しかし今さらそうしたところで。時は戻せん。しかし次には巻き込まれずに済むかもしれん。次ですか？来るのだ、必ず。生きてさえいれば、いや応なしだ。無力を嘆く暇があるなら、力をつけるために動け。無力であった自分を憎み、故に自らを鍛え抜け。次来ますか？私のようなもので。お前がどのようなものであるのか、僕はまだほとんど知らん。はい。が僕は縁あり、お前のオーナーとなった。ならば僕は僕にできる限りを尽くそう。お前がそれを望むなら、僕は必ずお前に次を迎えさせよう。そうだ。体の調子までおかしいようです。私は自分一つさえ今は制御できておりません。そうか。望むことなど今の私には難しすぎます。ですがそれでも、うん、宗鉄様に教えていただいたその通り、少しでも回復のため、私は力をつけて。それでいい。お前の体も腹が減っては戦もできんと言っている。さようですね。なら利用しろ。エアクラであれ何であれ、最も早い道を選んで選択をできるようになれ。はい、かしこまりました、宗鉄様。あ、何、教官？ただナビと
それ以上の故障は不要です。そうだったのですね。ナビ、あなたもまた私たちの。エアクラナビはエアロクラフテック社の製品です。誰の妹でもありません。なるほどな。ナビが86に教官とやらを送ったか。はい、私は間違いなく受け取りました。ナビ、一体何と送った？特には、単に臨時の周辺情報を発信しただけです。では偶然にそれを86が傍受してしまったというわけか。事実群からはそのように推測されます。確かにとても有意な周辺情報を私は偶然受け取りました。鉄道はこの町ではまだ生き延びてくれているのですね。なあ、そのようだな。僕がこの町を出た時には青息吐息だったようだが、生き延びているなら次があります。宗鉄様のお言葉ですよ。近くに降りて見てみるか。できるのですか？できる。ナビ、了解しました。最適な着水地点をサーチします。サーチ終了。直ちに着水を開始しますか？ずいぶんと汚れているな。僕はよく知らんのだが、鉄道の線路というのはこんなものなのか？実用品の最たるものです。汚れ傷むのは当然ですが、これはそう、いささか手入れが悪すぎますね。うん、ならばナビの周辺情報とやらは古かったのかもしれん。この路線はすでに廃線されているのではないか？いえ、宗鉄様、確かに痛みくたびれてはいますが、このレールは生きています。ほう、なぜわかる？当面です。当面？踏む面と書いて当面と読みます。宗鉄様にでしたらこれだけで十分なのでは？なるほどな。列車が踏む、車輪で削る面であるから透明か。故にそこだけは錆びつかない。もしも廃線されていれば、当然列車は走らず、故にレールも削られはせず。その通り、当面までもが錆と汚れに覆われるのです。そうして全ては朽ちていきます。生きてはいますが、残念ながら上空で宗鉄様が言われた通りの状況のようですね。僕が青息吐息と、実際このバラストはもう限界を超えています。それがバラストか？バラストであったものです。宗鉄様、こうなってはもうバラストとしての用をなしません。砂にまで砕けてしまっては、バラストとしての役割はもう果たせんわけか。はい、ですので普通は
もっと早い段階でバラストを敷き直すのですが、予算がないか人員がないか、その両方か、いずれ従前ではない状況にあるのは変わらんかと思われます。レールも軽いものですから、この状態では振動がかなりひどくなりましょうし、うん、振動は車体や貨物に悪影響を与えます。乗客がいるのなら苦情もきっと出てきましょう。乗客か。私が整備ボディならバラスト式のお手伝いくらいはできるのですが。整備ボディ、自分の車両の整備もまたレールロードの仕事なのです。とはいえこの体では力仕事がこなせません。ですので私たちレールロードは運行管理ボディと整備ボディの2種の体を使い分けるのです。ほう、器用なものだな。器用、いえ、人間で言えば適切な工具を使うとか、場に合う服に着替えるような感じではないかと。そんなものか。ん？あ、ハチルク、来い。何でしょう、相鉄様。あっ！見えるか？あれだ。駅です。ならば行くぞ。落ちるなよ。相鉄様。相鉄様、これは廃液です。なるほど、こちらの線路は生きていないな。生きていないのは待避線だけではありません。これはあれか、なんとか駅という縦看板か。はい、駅名標の名残ですね。こうも傷んでしまってはもはやその役も果たせません。列車やレールロードと同じく駅さえ死んでしまうものなのですね。うん、服か、名は体を表してはくれなかったのだな。どうでしょう、家服や冥服という駅名であったのかもしれません。まさか。いいえ、あり得る話なのです。駅名は地名由来が多いですから、怪我、不幸だという駅名もあります。世の中は広いものだな。そうですね、広い世の中を少しでも狭くするお手伝いを私たちは懸命に果たしてきたつもりでしたが。物は滅びる、人は死ぬ、決まっている。それはどうあっても不可避のことだ。しかし今僕と八六は生き延びている。この線路にしても生き延びているものはある。違うか。違いません、相鉄様のおっしゃる通り、待避線は死んでいても本線はまだ生きている。駅と駅とをつなぐ線路、本線が一本しかない路線を単線と申します。単線上で上り列車と下り列車が一度に走ったら
衝突事故が発生しちゃいますし、急行列車が普通列車を追い越そうとしたら追突事故になっちゃいます。それを防ぐためには片方の列車はどこかに逃げなきゃいけませんよね。その列車退避のために本線から分岐する線路のことを、すなわち退避線と称します。でしたらどこかにまだ生きている駅もありましょう。そこにはきっと生きている列車と鉄道員も。うん、私はその方たちにお会いいたしたく思います。そして何か小さくてもお手伝いできること。86、時計とゼンマイ鍵を。ありがとうございます、宗鉄様。手順に戻ろう。寄り道をしてしまったが、まずは何より腹ごしらえだ。はい、宗鉄様、どうぞお願いいたします。任せろ、ナビ。行くぞ。あの先にナビが着水して待っている。ナビは宗鉄様を上空からフォローしていたのですか？あれはいささかおせっかいでな、僕の身に危機が及ばぬよう見張りするのが趣味らしい。見張りが趣味ですか。飛行型エアクラが処理すべき情報の量は地上型のそれとは段違いらしくてな。それは当然のことでしょうね。どれほどの情報量か私には想像もつきません。ゆえに飛行型のエアクラナビは調整が難しいものらしい。一度固まったところをいじろうとすれば壊れるもの。そうなのですか。何をしても直せぬものならこちらが慣れるほかにない。見張られるのも慣れればなかなか便利なものだ。ですね。私、してよろしいでしょうか。構わん。私いささか今時のエアクラの便利さを侮ってしまっていたようです。そうか。鉄道が青行きと行きにまで追いやられたのは人間の選択を超えたある種必然かとさえ感じました。ほう。けれど鉄道は青行きと行きでも生き延びています。ならばそこにも必然があると私は思うのです。ですのでエアクラのオーナーでもある宗鉄様にぜひとも教えていただきたいのです。何をだ。エアクラにできないこと、彼女たちが苦手にしていることが何かということ。よかろう。エアロクラフテック機関の心臓部はキルクイティウムという宝石状の化合物だ。
これに制御された地磁気と太陽光との影響が加わると回転運動が開始される。その回転運動が例えばピストンなどを動かす動力となっているのですか？極めて省略して考えればその通り。故にエアクラは非常なローコストによる運用が可能だ。はい、太陽光と地磁気、ほぼ無尽蔵に得られそうな動力源ですものね。しかしキルクイティウムには弱点がある。それは共振崩壊という現象だ。共振崩壊、共振して崩壊する、その共振と崩壊ですか？ああ、キルクイティウム同士を近づけすぎるとその双方の回転が制御不能となり崩壊に至る。でしたらキルクイティウムを集中しての運用は不可能ということになりますね。だな。そしてキルクイティウムの製造コストは体積が2倍で地上、3倍で山上になると言われている。2倍で地上、仮に100立方センチの化合物の製造コストが100円だとすると、200のコストは1万円、300のコストは100万円になる。そしてある程度を超える大きさのものの製造は不可能だ。でしたら鉄道車両のように車体そのものが何十トンもあるようなものには？その通り。エアロクラフテック機関は実装できない。また分割できない巨大物の運搬も増えてた。ということは、そのあたりのエアクラにできないことを鉄道がうまく果たせることを世間一般に認めさせれば。そうだな、共存も共栄も十分に可能だろう。実際エアクラ全交通機関が活躍している地域では。総鉄様、警告です。当機は非公開飛空域に接近しているとのことです。ん？なんだその回避空域というのは？エアロクラフテック社が設定している飛行回避すべき空域です。それはまあそうだろうが、回避すべき理由は？明示されていません。なぜだ？なあ、いや、お前の場合はエアクラ社の設定より僕の命令の方が優先順位において勝るのだな。当然のことです。そしてそれより優先すべき総鉄様のお命を守るを果たすため不時着します。は？不時着？なるほど、これは僕のミスだ。大丈夫なのですか？どんどんと高度が落ちているようですが。大丈夫だ、八郎くん。僕の命を安全に保つための不時着であるのだから。総鉄様のおっしゃる通りです。本機の機関水力は安全な不時着のため、まだ大幅な余力を残しています。余力を残す？当機は磁場異常に巻き込まれています。機関、このまま進めば停止が予想されます。磁場異常？なるほどな。何事にも理由があるものだな。総鉄様、何をのんきな。って、まさか線路上か。ダメ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 、やめて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 、透明削れて枕ヒートにバラスト砕けてしまいます。不時着します。念のため対衝撃姿勢をお取りください。だそうだ、八六。そう
ナビ、可能か？僕らの安全とレールの状態を共に守ることだ。ご命令がなくとも、宗哲様。陶器の機体重量ではレールを痛めろという方がより困難なご命令ですので。だそうだ。どうだ、八六。え？はい。失礼します、宗哲様。本当素晴らしいですね。ここまでとここから先とレールの状態に観測できる差異はほとんどありません。ならばなぜそのように表情が冴えぬのだ？いえ、この辺りはさらに補線が悪いなと。あの木など線路にかかってしまいそうです。まずは移動が最優先だな。このままでは僕らこそが線路障害だ。よっと。持ち上げ、宗哲様お一人で？言ったろ、エアクラは重量に弱い。故に機体もギリギリ軽く作られるのだ。期間15秒後に停止します。セーフモードに移行します。うん、一旦は戻るべきか。飛行可能な区域に出てナビを再起動、そこから迂回で。いいえ、宗哲様、その必要はございません。ほう。なぜだ、なぜ戻らずに済む？この路線の列車のレールロードが規則に忠実な子であるからです、宗哲様。レールロード、教官か。とても立派です。きちんと看護をしています。看護は指差しとセットで行う安全確認、ミス防止のために推奨される行動です。出発信号機が進行を示していることを確認しての出発進行とかは、普通の人にも一番知られている看護じゃないかって思います。ちなみに出発信号機が警戒、出発信号機を時速25キロ以下の速度で通過せよとの表示の時には、機関士、運転士はもちろん出発、警戒と勧告いたします。出発、進行は一つながりの熟語ではないのです。勧告、出発信号機を確認しての出発進行、速度制限を確認しての制限50、そうしたすべてをいちいち怠らずに行っています。やけにゆったりとした看護ではありますが、立派です。なるほどな。しかし何故立派なのだ？その看護を行うことは規則であるのだろう。私の現役最後の時代、旧帝鉄ではそれが守られなくなっていたからです。この路線は単線でありにもかかわらず対比線が死んでいます。なあ、さっきから何度も言っていたな、その対比線とやらいう言葉。あら、宗哲様、お分かりになっていらっしゃらなかったんですか？ならば、対比線が死ぬに至るまで使われない理由は、列車の行き違いが全く発生しないからとなるか。はい、そしてそのような状況下では看護の重要性は薄れたように感じるものもあるのです。だろうな。
規則とは、そうした状況下でこそ厳守すべきもの。それを知るこの路線のレールロードは立派です。なるほど。おかげで納得できた。会いたいものだな、そのレールロードと運転手とに。間もなくですよ、宗鉄様。教官、向こうも受信してくれました。そうか、なんと。非常停止し拾ってくださるとのことです。レールロードがいることに大変驚いてらっしゃいます。救助してくれるのはありがたい。おっと、八六、僕の身なりは乱れていないか。いささかも、宗鉄様。大変に紳士的でいらっしゃいます。大変に紳士的でいらっしゃいます。お前も凛としているぞ、八六。これなら失礼には当たるまい。うん、はい。宗鉄様もお気づきになられましたか。宗鉄様、お寒いのですか。なあ、いや、寒くはない。少し興奮したかな。武者震いですか。光栄ですね。機動車ですね。機動車は運転席と客車が一体になってて、非常停止よし、要救助者を確認。前よし、後ろよし、足元よし。ブーレット、降りて大丈夫ですよ。ありがとう、レーナ。一緒に来てくれる？はい、ブーレット。レーナ、ご一緒しますね。綺麗。外国の方でしょうか。まさか。わあわあ、すごいです。レイナ、レイナよりお姉さんのレイルロード初めて見ました。初めまして、レイナさん。私、レイルロード86と申します。会えて嬉しいです、86さん。レイナ、キハ07S 専用レイルロードのレイナです。ふるさとは片上鉱山鉄道ですよ。鉱山鉄道、それでは貨物を。はい、リーナ、こう見えても力持ちなんですよ。あ、
停車いただき感謝します。同時にそれを強いてしまったことを心よりお詫び申し上げます。あ、ご紹介が遅れました。こちら私のオーナー右田宗哲様です。遅ればせながら初めまして。この86のオーナーの右田宗哲と申します。右田宗哲、宗哲さん、宗哲さん、こんにちは。レイナも紹介しますね。レイナのマスターのポーレットです。ポーレットは機内ポーレットなんですよ。機内ポーレットというとお人よし長。いえ、こちらこそ。突然スイカのようなので失礼しました。そんな驚くようなことじゃないのに、私が少しその驚きすぎてしまっただけです。様はきっと私のマスターに。でも今は少しだけ事情があって。事情を、事情を
って何ですか？レイナ。はえー。今はこんな時代でしょ。だから毎鉄にもそれぞれきっといろいろな事情があるの。個人で鉄道車両を所有するようになった鉄道ファンさんが毎鉄さんです。大廃線以降の中小の鉄道会社は毎鉄さんたちとの二人三脚でかろうじて経営を成り立たせているところがほとんどです。線路と駅の維持管理を鉄道会社が行い、車両およびレールロードの維持管理は毎鉄に任せてしまう。大胆な発想ですが非常に有効に働いているようですね。その発想を思いついた方が毛利の秋様、電車姫様です。そう考えると電車姫様がもしもいなければ大廃線以降の鉄道はもっと衰退しちゃってたのかもしれないですね。それは踏み込んで聞いてはいけないことなの。知りたくても向こうから話してくれるまで我慢ね。はーい、レイナ、事情はレイナから聞いちゃダメって覚えました。うん、レイナはいい子ね。レイナ、褒めてもらっちゃいました。すみません、ポーレット市長。市長は、少し庁舎の外だと恥ずかしいです。もしよければそのポーレットってそれだけで。ならポーレット、すまんが一つ教えてほしい。はい、総鉄さん、私にお返事できることなら何でも聞いてください。その舞鉄とは一体何だ。